手術して受診の時、また看護詰め所の隣でした。そして歩行訓練を始まった時だ。でそこの中で地震が来て津波、あるいは目の前、まるでこの目で見た時だ。これは当然ダメだわいって直感して、うちのお母ちゃんに電話したらば、何やってんだったら、今炊き出しやってるって。こんな炊き出しなんかしてったことねえだって、帰らねえくなるって。今そこにいる車何台があってって、そして次第の車の前さみんな並ばせろって、そして2、30分時間決めて、ハンコ、通帳、貴重品、そんなものだけ持ち帰ってくるような言えって、俺こんなこと言わねえって、中国の上の人さ言わせろって、そんなこと言ってるじゃ、俺は言わねえなって、俺のうちのお母ちゃん言ってるじゃ、言わねえでね、言えなんてな、帰らねえだって、そしてここさえいつまでもいらねえとって、ただあと片っぽは本当に今までの防災訓練を変えられる気持ちでいたんだべな、そしてはおら言わんのでやっぱりこのまんま今度1時間2時間経ったらそこ移動しろって、その移動が山山ってうずさったのな、とんでもねえ話だな。そこが今になってあの赤赤なっててもそこを、行け行けってやつ話してたわけ。川までまで行ったあのお母ちゃんとおくろと迎えに行ったわけ、次の日14年生に行って、そしてこの16年生の娘が井戸川にいるもんだから、そこまで行ったらめったとか腹ぶっちゃけたの、俺階段から起こったわけでも何でもないって、手術したばっかりの腹移動して疲労困憊でやっと16時間かかって東京まで行って、そんな疲労困憊でぶっ下げたんだって、腹の分な、別にご検討いただきたいです。それなんて言ったと思う、礼にございませんよって。原発はあの起きた時、自衛隊、消防、あとはボランティア、登るバタバタバタやって高速道路走って、なんで私らあの反対車線相手の、ね、避難民どこさえたらわかんねえのね、なんで乗せてもらうんだって、そう思ったな。